じゃあ今回はデータの、囲碁例のデータの読み取り方、ちょっと教えてし、に取り上げたいと思います。ですね、例えばデータが、まあ、こんなふうにあるとします。で、囲碁の時にデータを入れるときは2種類ありまして、まずこのまま直接このように入れると。で、データの形式がわからないときは形式を選択していきます。囲碁が。それで、選択してくださいって出ます。で、一旦ですね、決めてしまうと、もうその形式でずっと読み込むんですね。で、ですけど、確か、なぜか区切りデータはちゃんと、毎回入れ、指定しなきゃいけないんですけど、別のテキストにすると、もうずっとテキストのままっていうよくわからない機能がついてます。使うのに非常に使いづらい機能がついています。で、それは困るなというのもあるんですけどね。で、まあ、ちょっと今回の例、そういうふうにやらなかったんでしょうがないんですけど、まあ、こういうふうに入れていきます。で、ウェブ名がですね、同じ名前で困るっていうところに出てきます。で、上書きしてもいいっていう時があると思います。そういう時には、この起動ウェブで上書きをチェック入れると、上書きが可能になります。まあ、こういうちょっとしたことなんですけど、そういうのを知ってるか知ってないかで、だいぶ変わってきますんで、そういうのはちょっと知っておいていただければと思います。それで、とりあえずこれで読み込みましょう。で、ちょっと、直接なので、直接で読み込んだ方法と、別の方法で、インダイレクト の別の方法でやったのと見てみましょう。まず、これで、とりあえず、まあ、こんなのを作ったということにしておきましょう。あ、これはエナジーですからね。これも違いますからね。まあ、いいんですけど。ボーはね。ここがエナジーですね。あ、結構めんどくさいですね。まあ、しょうがないですね。グラフ設定保存しておきますか。これでいけばいいでしょう。こんな感じですね。で、直接、まあ、ちょっと今のものをルートに戻して、でもう一個別の方法ですけども、これそれはデータウェブロード、一般テキストでいいです。ジェネラルって書いてある時もありますね。でここのところのファイルをすべてのファイルにします。で、さっきと同じの選べばいいです。どれ選んだかちょっと忘れちゃいましたね。鉄でしたか。例えばこれと。で、開くとします。で、同じように画面でいきますね。これ読み込みです。で、ちょっと書いてみましょうか。あ、ちょっと分かりづらいですね。すみません。まあ、笑い事ではないんですけどね。こういうふうにできます。まあ、こんな感じでなりますね。こういうふうに、インストールすることができます。なので、このような手法でやっていただくということですね。まあ、基本的なことなんですけど、案外、基本がちょっとよく分かってなかったりとかするっていうこともありますんで、あれですね。あと、こういう図を書いて、パワーポイント、例えば、学会報告だとパワーポイントで出すと思います。で、ですね、実は、このパワーポイントのもので、横着をしてですね、ここをコントロール C で、ペーストでも貼り付けて、きれいに見えるんです、実際は。でも、実際はって言い方悪いな。ここの上ではかなり綺麗に見えるんですけど、プロジェクターで映し出すと、ぼやけて汚く見えます。で、もう他の先生方もよくわかるので、それは。こういう方法は怒られます。で、どうするかと言いますと、ファイルのグラフィックを保存。それで、ここのファイルを変化します。昔は拡張メタファイルとか使ってたりもするんですけど、論文ですと TIFF とか、
例えば JPEG ファイルとかで出力してくれって言われますから、もうめんどくさいので、まあ多くの場合 JPEG でいいかなと思うんですけど、 JPEG で出力します。で実行してファイル名 JPEG で出していって、でここのところに入れるということですね。なんか変な名前で出してなかったかなと思ったんですけど、これですね。まあ PNG でもいいんですけどね。JPEG でこうやって入れます。で、最近のやつですと、バーミューダですとこのままこうやって入れれば入ってくれるんですけど、これもうまくいかない時があって、昔は挿入で画像から選択して入れるっていうふうにしてました。まあしょうがないですね。こんな風にですね、まあしょうがないですね、こうやって入れたりするってことをやってました。まあ今のは最近はかなり便利なので、もうこうやってこのまま直接いろんな PNG で描いたりものだったりとか、グラフで描いたりとかしたものをこうやって入れるってことですね。あ、これはこれガチ論文より頑張って書いてガチ用のやつですね。まあ、誰か分かっちゃうんですけどね。あ、まあ、ここ縦軸はあまり良くないんで、横軸も本当は良くないんで、もうちょっとしっかりとした、数値がちゃんと出てるように変えなきゃいけないんですけど、まあ、こんな感じで綺麗に作るっていうことですね。ここの、ね、まあ、いいです。これはその説明してしまうね。こうやってやるってことですね。で、まあ、今回はこれで一応で終わりにしたいと思います。